始まりました。教えていいとこ宇都宮。この番組は外国の方がリポーターとなって宇都宮の魅力を再発見しちゃう番組。今回のテーマは宇都宮の伝統工芸品福部細工。この方に体験していただきましょう。こんにちは、私はグエンガクンです。ベトナムから来ました。よろしくお願いします。私はの中は、タルマのがずっとイメージがしてます。多分ベトナムにも多分みんなダルマって言ったらすぐ分かると思います。はい、ここに近く僕いつも通ってるものですが、入ったことはなくて今回初めて楽しめることができますね。JR 宇都宮駅の近く、大通り沿いにある福部堂です。私ずっとこのお店を気になってるんですが、入ったことはなくて初めて楽しめることができますね。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませすごいたくさんいろんな形が、普段のダルマが全然違って、これすごい面白いんですね。これもダルマです。福部ダルマ。福部福部とはかんぴょうの原料にもなる夕顔の実のこと。栃木県は日本一のかんぴょう産地として有名なんですよね。夕顔の実が大きくなるまで育てて、中をくり抜いて乾燥させたものを材料にして様々な細工をするんですね。先人が考えた生活の知恵。こちらは炭入れ。現在はお茶の道具の一つとして使われていますが、まだ家の中にいろりがあった時代には一般家庭でも広く用いられてたそうです。だるまなどの置物や壁飾りのお面は栃木名物としてお土産などにも人気なんですよね。ずっと怖いなと思ってたんです。なかなか怖いです。子供を出したらなっちゃうかもしれないですね。そうね、はい、これは魔除け、魔除けとして伝わっているものです。はい、鬼の顔ですね。宇都宮の伝説に登場する道めきという鬼が元になっていると言われてます。大きく見開いた目と牙は怖いけど、どことなく愛嬌もあって可愛いよね。あるかもしれないです。僕知ってる限りはないです。それでは福部細工体験してみましょう。材料はこちら。元々の福部の形によってお面の形も違ってくるっていうのも面白いよね。さてまずは何から始めるんでしょうか。下書きをチョークでしてください。どんなお面作るかな。自分顔が怖いから自分の顔が描いたいね。ああいいんじゃない自分の怖い顔を描くのもやっぱり優しいの顔が欲しい。好きな優しいの顔どうぞ。そう、鬼のお面の他にもこんな優しい表情のお面もあるんですね。自分笑うのは好きですよね。口が大きく、もう自由に自分だけのお面を作ってください。優しい、笑ってる福部細工のお面作りはお店で体験できますが、伝統工芸を学ぶ一環として小学校の体験教室などでも行われているそうですはい、したら、はい、これだと、はい、これは口は切り抜いた方がいいでしょ。はい、笑ってる口を。ここまで来たらいよいよ色を塗っていきましょう。コツは注意深くかつ大胆に。こういう作業って没頭しちゃうよね。楽しいです。すごい自分の、お父さんお母さん
がいつも元気で、あと自分の小さな家族も元気でいて、あと世界皆さん幸せになるの心を今込めていてるんです。作り手の思いが感じられるのも手作りの良さですよね。魔除けの時は病気とか何かそういったものが流行らないとか、おかめひょっとこりと家内安全とかで、そういうふうな思いを込めながら作ったりしております。みんなが幸せでありますように。福部細工のお面にはそんな願いが込められています。今のことは、うん、誰から教えられたんですか？私の場合はね、親父が同じ仕事をしていたので、はい、親父から教わりました。福部細工に取り組んで50年以上という小川さん、夕顔を作る農家の減少によって材料となる福部が手に入りにくくなるなど時代は変わってきていますが、先人から受け継いだ郷土の伝統を守っていこうと福部細工に取り組んでいます。小川さんの作るお面が何よりも小川さんの温かい気持ちを表していますよね。そんな小川さんですが、今は同じく宇都宮の伝統工芸品でお正月の縁起物木舟の製作も行っているそうです。さて、クオンさんのお面もだいぶできてきましたよ。おお、すごいね。笑って笑って。色彩感覚は完全に日本人のお面だよね。あ、そうなんですか。あ、残念。いや、残念じゃない、いいことだよ。いいことですか。髪も塗って、似てるね似てるね、うん。本当ですか。いや、最後に一つ私がポイント、あ、お願いします。さすが、出来上がり。最後に表面にツヤを出したら完成です。いや、なかなかいいお面ができたね。クオンさん、体験してどうだった？幸せの気分です、はい、日本の伝統の工芸を、味わって、本当にとても楽しい、面白い、こういうのがあってなくならないようにしてほしい。そうですね、たまたま私の場合は親父がやったんで後を引き継いで、来ましたけども、やっぱり伝統工芸を引き継いでいくっていうのは、やっぱりそれなりに経営していくのにも大変なところがあるんですが、やはりこれを絶やさずに次の時代に、つなげていければなと思っております。このお面、早速クオンさんのお店に飾られたそうです。おお、なんか壁の感じにも合ってていい雰囲気だね。福部細工がお店に来る人みんなの幸せを招いてくれますように。皆さんもぜひ宇都宮の伝統工芸品福部細工に触れてみてください。気持ちがほっこりしますよ。